人生何度でもやり直せるよ。ケンちゃんゴーゴー始まるよ。どうもケンちゃんゴーゴーです。皆さん今日もご視聴ありがとうございます。さあ今日もかもっちゃん行ってみましょう。はい、今日もコメントいただいたところからご紹介したいと思います。はい、ケンちゃんシリーズ歌ってみた、寿司屋のケンちゃん、岩前ちゃんが歌っていただいたコーナーからです。マル&ポメ太郎さんから、うん、子供の頃特撮番組ミラーマンが大好きでした。あ、数年前ミラーマンのイベントで亡くなられた石田、信之さん、工藤健太郎さん、当時子役だった芦川よしみさんがミラーマンと同時期に寿司屋のケンちゃんに一緒に出演してたとおっしゃっていました。もう50年も前のことですが、それぞれ思い出話、印象などありましたかって。はい、芦川よしみさんはね、あんまり記憶にないんだけども、はい、まあ、ミラーマンの石田信之さんね、はい、これどうか皆さん見えますか、はい、よいしょよいしょね、石田さん、はい、見えます見えます。で僕ともね、はい、ほんと親しく石田さんとね、ツーショット、うん、はい、石田信之さんは、はい、当時お父さん役の武田貞蔵さんと同じ、はい、プロダクション富士企画というところに所属してまして、はい、一番最初は柔道の先生役、はい、その後、はい、後半はね、野球の監督役だったんですけども、はいはいはい、本当にね、なんて言うんだろう、僕を優しく接していただいて、最後、ガンとの闘病生活をされてたんだけども、はい、東海大病院を抜け出して僕に会いに来てくださった時のね、これ写真なの。もう入院してる時なんですよ。あ、入院の時にですね。そう、四ツ谷まで来てくれてね。はい、まあ本当にね、この石田さんにはね、はい、本当にケンちゃん10年のうち3年ぐらいかな、はい、共演させていただきました。本当にね、はい、たくさんのいい思い出、まあ、はい、皆さんもご存知のように石田信之さんというのは柔道一直線で桜木健一さんの相手、はい、柔道の相手としてデビューされたんですけども、はい、まあ、がんの手術で7、8回手術したと聞いてますけどね。あ、そうなんですか、うん、まあ、でも息子さんも立派に成長されて、はい、まあ、石田信之さんを偲ぶ会でね、はい、また久しぶりに昔の俳優仲間とも会えましたんで、はい、今頃ね、天国でね、のんびりされてると思います、はい、石田さん、はい、本当に、素晴らしい思い出ありがとうございました。はい、あともう一つはケンちゃん、うん、私はジャニーさんのお気に入りの、うん、コメントをいただいた中からなんですけど、はい、大好き、マラササさんから、うん、貴重な体験談ありがとうございました。超ド級の子役スターだったケンちゃんをはじめ、うん、坂上忍さん、杉田かおるさんと様々な山あり谷ありの人生模様があったと思いますが、その辺の話、噂お聞きしたいです。最近では、芦田愛菜さんみたいに今までの子役スターとちょっと違ったステージママ的な親御さんの話はほとんど聞かない方もおり、昔とは子役と取り巻く環境が違ったと思います。どう思われますか？ケンちゃん自身の奥様の芸能界に関してはどう思っておりますかという、うん、なんか質問です。だから当時ケンちゃん時代の、まあ、はい、杉田香織ちゃんとか、はい、まあ、坂上忍君は、はい、若草で僕の同じ劇団の後輩になるんですけども、はいはいはい、当時はプロダクションっていう所属じゃなく、はい、まあ、岡本ちゃんも分かると思うんだけど、はい、劇団だから、そうですね、うん、お母さんが現場についてきた、それがイコールステージママみたいになったんですけど、そうですね、はい、今多分芦田愛菜ちゃんもプロダクション所属なんで、はい、親が現場に来るというよりも、まあ、マネージャーさんが来るということになったと思うんですね。ね、劇団なので親御さんが稽古場まで行って稽古をしているお子さんも見たりとか、そう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 、当時にマネージャーの数もね、うん、昔と今とは全然違ったと思いますし ね、環境が。だから、まあ、僕の若草の、はい、後輩で言えば杉田香織ちゃん、斎藤梢ちゃんもそうですね、はい、と坂上忍君、はい、まあ、あの辺が子役から出てきた、ね、当時、はい、杉田香織ちゃんはパパと呼ばないでってね、はいはい、まあ、香織ちゃんともね、はい、僕は岡山で一時ラジオやってる時に、はい、杉田香織にゲストで出てもらってね、はい、岡山まで来てもらって、はい、今杉田香織ちゃん、僕の記憶が正しければ妹さんが所属プロダクションの社長をやられてるんですね、はい、で、まあね、今2度目のご結婚されたのかな、はい、うん、とってもね、やっぱり、はい、同世代で、
そうですね、子役といえば女の子、はい、杉田香織っていう時代が、はい、ちぼちぼで、そう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 、我々の時代はこれで、はい、ちょっと見えますかね、はい、これ僕が岡山でやってたね、ケンちゃんとビンちゃんの、はい、夜の課外授業っていうね、はい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 、このラジオに杉田香織が来てくれて、あ、そうなんですか、そう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 、へえ、ね、まあとってもいい子ですよ、はいはい、うん、まあね、杉田香織というと、はい、金八先生の ね、 ね、三原先生とも共演してますんで、ね、そうですね、まあお芝居もうまい女優さんだから、まあ今の若い人はね、坂上忍というと司会者的なイメージがあるけども、そうです、ね、彼もやっぱり役者というよりはね、はい、あの子役から上がってきた子なんでね、はい、まあ今の子役と当時の劇団、はい、出身っていうのとプロダクション出身っていうのではだいぶある意味でこう差別じゃないけど区別されてたんだと思います、ね、そうですね、当時も、うん、やっちゃんがね、うん、最初に劇団入った経緯は、お母様が、そう、あのこれはね、はい、僕の当時赤羽に住んでた隣の金子さんって家があって、はい、そこの、はい、人が、はい、あの未熟児で人見知りも激しい子だったんで、ね、はい、保育園代わりに入れたらどうだっていうんで、僕の、経歴の一番最初は日本児童劇団っていう当時赤羽にあった劇団に入って、そこから、ケンちゃん始まって劇団若草、はい、そこから今度はプロダクションですよね、それであの岡本ちゃんと一緒になった平田コンプロっていうことになるんです、ね、だから最初はやっちゃん自身ももうあの自分の気持ち関係なく、関係ない2歳だからね、入れていただいて、そう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 、でもそれが今こうやってこう YouTube を始められてるっていうのは当時から作ると想像もしないような世界ですよ ね、だから今こうやって YouTube で録画を配信したり生配信したり、すごい時代ですからね、はい、ですよね、だから一時の選挙の時はみんなが YouTube で生配信、そうです、そうです、某立花さんのもすごいけどねさっきもちょっとね、そう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 、リアルに言うと失礼ですけど、うん、ちょうど日曜日が選挙だったので、ね、はい、だからまあ今 YouTube も良しも悪しもね、はい、だからあの変な言い方するとあの回転寿司でいたずらした頃も消えないわけですよ ね、 YouTube って消せないから、だからそういう意味では証拠が残ってしまう、なんかある意味怖いですよ、遊び心的に何かをやったっていうことで、そう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 、揉み消する状態ではなくなってしまう、それをまた見た人が拡散したらとんでもない、ね、世界中の人が見てるわけですからね、だから本当に注意しないと、そう、あの出来心じゃないですけども大変な世界に生きてるよということも認識してないとダメってことでしょうね、うん、でも YouTube もね、はい、今年配の人から若い人まで本当にこの人もやってるのみたいなね、はい、タレントさんもやってますんでね、はい、まあ一つの流行りかなと思いますけどね、はい、はいはい、ありがとうございます。で、一夜聖夜さんが一言コメントで、マネージャーさん原宿で3年間スカウトやってたんですね、意外でしたって、意外でしたかねってまずあのそこで島田陽子さんもスカウトって、書かれてるんですけど、実はそれは島田陽子さん、島田陽子岡本ちゃんがスカウトして、岡本ちゃん今いくつだよって、そうですよ、だからびっくりしちゃって、それは違いますよ、当時中高校3年生の女の子をスカウトした、うん、岡本ちゃんより島田陽子の方が年上だよね、そうですそうです、じゃないと俺はそうだよね、そうじゃないと岡本ちゃん今90歳ぐらいになっちゃうからね、だからあれってなんでちょっとそこ勘違いされてるとちょっとあれなので、で当時そのスカウトしたことは実は YMO の君に胸キュンっていう CM ソング流れてた、はいはい、その CM に出てた女の子を実はスカウトしてたということなので、はいはい、島田さんとはちょっと違うので、そうそうそう、ちょっとだけは私芸能界の歴史も島田陽子の方が上だから、まあ、僕の後輩なんだけど島田陽子さんも若草出身だから、岡本の年齢不詳がもっと年齢不詳になってしまうということも含めて、うん、まあね、ちょっとそこだけは訂正というか、はい、させていただきました、はいはい、であともう一つはですね、あと雷先生だね、そうですね、うん、そうですね、あの工藤健太郎さん、そうです、工藤健太郎さんです、あのケンちゃん時代のねシリーズに先生としてね、はい、いろんな人が出演なさいました、はい、そうですね、で僕的にもね一番印象が深いのは、はい、工藤健太郎さん、はい、大俳優さんですね、ですよね、僕あのまあここ何年か前なんですけども Facebook でつながりましてね、はいはい、今たまにコメントのやり取りをしてますけども、2人目の奥さんを去年からがんで亡くして、はい、その前の一番最初の奥さんは
嘉手納清美さんっていう沖縄の方で、はい、とってもね、はい、ケンちゃんの中で三ツ谷飯坂さんも後半は先生役をやってたんですけど、ですよね。だから本当にケンちゃんシリーズというのはそういう方たちがいろんな方がね出てますよね。工藤健太郎さんはもうイコール雷先生、すぐ雷を落とすっていうことで雷先生、はい、当時僕も雷先生で僕のところでフェイスブックのコメントで、はい、あ、ケンちゃん元気してますか、雷先生ですよ、覚えてますかって、ああお元気で、今京都の方でね、はい、お住まいで、はい、作家のお仕事もされながら俳優のお仕事もされてるという本当にね僕も尊敬してる、大俳優さんです。本当にその説はね工藤健太郎さん大変お世話になりました。ありがとうございました。だから本当にケンちゃんシリーズというのはそういう意味ではすごい方たちがいろんな人がね今オート出てくださったんですよね。うん、本当にね、バブルガムの、ブラザートムさんもね、はい、から坂本新平さんの助手役でまだセリフが全然ない役でね。おまわりさん役で出てらっしゃる。本当におまわりさんのコントをそこから始めてますもんね。こんなチリチリ頭でね。ですよね。だからまあ本当にね、いろんな人が、ケンちゃんに出てくださったというね、はあ、まあ10年ですからね。ですよね。いろんな方が出てくれてる。前もね、ちょっとお話した沢田翔子ちゃん、はいはいはい、シンガーソングライターは、はい、ゲスト主役ということで、はい、熱海ロケ、これはお蕎麦屋けんちゃんの時に、はい、沢田翔子さん、イルカさんのお弟子さんのね、はい、シンガーソングライター翔子ちゃんが出てくれたっていうこともあります、はいはい、ですね。今日はけんちゃんシリーズの質問からいろいろと答えていただきました、はい、そろそろお時間なので、はい、はい、毎週ね土曜日は、15時半から生配信してます。それで不定期的に平日もね、ビデオ編集して岡本ちゃんが配信してくれてますんで、どうぞいろんなね質問とかコメントをね、書き込んでください。それからいいねボタン、それから、はい、けんちゃん55この55のね、はい、チャンネル登録そして拡散よろしくお願いします、はい、またね、番組を見ていただきたいと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまたけんちゃん55バイバイ、また見てね、ありがとうございました。